昭和町レンガ倉庫群アレイからスコジマから見た海上自衛隊呉基地。手前は総立型潜水艦。奥側はヘリ空母、加賀。海上から見たアレイからスコジマ。赤レンガ倉庫群と潜水艦桟橋アレイからスコジマは広島県倉市にある公園。アレイは英語で路地を意味し、カラスコジマは昔倉浦にあった。カラスコジマが名前の由来。 ちなみにカラス小島は、当時周囲40メートルほどの小島で、大正時代に、巨雷発射訓練場として用いるため埋め立てられて、消滅している。海上自衛隊第一潜水隊軍司令部のすぐそばにあり、日本で唯一間近で潜水艦を見ることができる公園である。戦前この地は、クレ海軍交渉本部と、兵器製造所前の岸壁で、 キリ一石五岩は1895年に作られたもの。戦後は1956年まで呉市に進駐したイギリス連邦占領軍が用いていた。呉市が公園として整備したのは1985年のことになる。アレイの名の通り五岩沿いに整備された細長い公園でレンガ色のインターロッキングブロックが敷き詰められている。潜水艦剣が供養に突き出したデッキもある。 また園内には、魚雷石採用クレーン、桂船柱など旧海軍が用いていたものを、モニュメントして置かれている。旧クレ鎮守府兵器部護岸及び関連施設として2009年土木、学会戦小土木遺産選定。海の反対側道路向かいが、昭和町レンガ倉庫群は、旧クレ海軍交渉電機部の建造物で、明治30年代に作られたものである。イギリス産のレンガ、 基礎には国会議事堂と同じ倉橋島産の御影石が使われた建物もある。悟空襲によって反壊したが、戦後民間の手によって補修され、大暮れ、暮れ房倉庫運輸などの民間会社が工場や倉庫として使用している。2018年9月には倉庫の一つを利用して観光客相手の商店がオープンしている。ありがとうございます。